皆様、エイリアンがこのカイア島に上陸しました。連れ去られないように気をつけ。あ、またやってくれましたね。一緒に遊ぼうの運営さん、面白いイベントを持ってきてくれました。ほとんどのアイテムが無料で手に入れられる宇宙人を捕まえろイベント、個性的な何とも言えない家具やコスチューム、お友達にプレゼントできる魅力的なアイテム、そして宇宙コインでしか手に入れられないここだけの特別なアイテムたち。宇宙コインで購入できる家具たちを集めると最終報酬で手に入れられる素敵なコスチューム、その他にもシークレットボックスが3つ、家具を集めると開けれるようになってます。こちらは開けるたびに報告しようと思います。宇宙コイン、このコインの集め方は主に4つ、デイリーミッション、無料報酬、ゲームパーティー、そして NPC ミッション。ちなみにゲームパーティーでは5ラウンド進出で2コインでした。 NPC、 私が確認できただけで4人、まずはおなじみエージェント MJ、 ピンクアタ、ピリピコ、そして可愛すぎるフランクリン。他にも見つけた方がいましたらコメント欄で教えてください。待ってます。この中でもカイア島ファンの皆様を悩ませたのがエージェント MJ のメモミッションではないでしょうか。メモはとても小さく広いダウンタウンで見つけるのは困難です。しかし4回目でやっとミッションを成功させたババラが言うには、ほとんど同じ場所に出るそうです。道路、スーパーの駐車場、木の下、バス停、歩行者道路、建物の前など一度探してみてください。それでも見つからない場合はお友達に聞いてみるのも良いかもしれません。ちなみに宇宙人の食べ物ミッションで困ったらホームパーティで宇宙の食べ物が作れる屋台を置いてくれてる人のところに行くと良いでしょう。ヤマトモさん、いつもお世話になってます。なんですか、手を挙げろ、捕まえに来た。キャー。